lama sebulan saja loh. Satu bulan aja udah jatuh cinta. Tapi saya bertemu banyak orang dan mendapat banyak kebaikan. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali di channel ini. Bagi kalian semua yang sentiasa bantu, support dan dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, kepada yang baru pula, jangan lupalah bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Okay, seperti biasa, saya doakan kepada sesiapa sahaja yang menonton video us kali ini agar dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesihatan yang baik, juga dimakbulkan setiap doa-doa juga impian kalian, insyaAllah. Amin. Okeylah, hari ini saya react lagi satu video daripada channel Kira Kiana. Wah, sedap nama dia. Jangan lupa untuk bantu subscribe, okey? Dengan judulnya, kenapa dia ke Indonesia dan seorang warga negara Jepun. Ha, nak tengok macam mana ceritanya? Okey, jom ikut us react. Jom. Okey, sudah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Nama Jepun. Kira Kiana. Halo semuanya, apa kabar? Oke, halo semuanya. Tinggal di Jakarta. Ya, Jakarta. Aku mau membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman Jepang dan Indonesia saya. Kenapa kamu datang ke Indonesia? Why did you come to Indonesia?はい、ズバリこちらの表をご覧ください。あー、ちょっと知ってるのあるんですよ。ビデオ hari ini aku berbicara tentang bagian penggalaman pertama sampai menjadi pramugari Garuda Indonesia. 最初にインドネシアに出会ったのは2009年、大学2年生の時かな。に初めてインドネシアで、その時の思い出が強すぎて忘れられなくて、社会人2年目の2015年に再びインドネシアに戻ってきます。ではまず最初に大学2年生の時にインドネシアに来たと言いましたが、学科は国際社会学科で、結構それがいろんな国に行く機会があって、数えてみるとオーストラリア、香港、ベトナム、シンガポール、メキシコ、韓国、スペイン、一番長かったのがアメリカだったかと思います。そのたくさん行った国の中で断トツに心を持ってくれたっていうのがインドネシア。ダシュリハティディア、なんでだろう、なんかね、一番不安になってしまった。いや、アクトラジョトチンタデガインドネシア。オッケー、クナッパ。クナッパシー。インドネシアは大学から約15人くらい一緒にで、バンドンにあるインドネシア教育大学、ウピンの日本語学部のところがホストとして動いてくれました。日本語学部の学生の生徒さんたちと交流して一緒に回ったりして、あとその中の生徒さんのお家にも遊びに行って、ガルットっていうものすごい田舎なんですが、そこのね、家族が本当にあったかすぎて、お父さんが木登りしてココナッツとか取ってくれるんですよ。で、お母さんがもうね、すごいたくさんいろんなインドネシア料理を作ってくれて、おもてなししてくれて、それがもう本当に美味しくって、いや、美味しい、エナックスカリよ、まさかのまま。あと実は20歳の私はインドネシアに来るまで、インドネシアがイスラム教が多いっていうのも知らなくって、多分日本人のイメージだとこうバリ島が強くて、テレビとか雑誌とかでも見る限りこうヒンドゥー教寄りの国なのかなって思ってたんですね。インドネシア教育大学ウピではイスラム教のお勉強もさせてもらえて、モスクに行ってこうソラットする体験だとか、本当私にとって初めてイスラムに触れるという経験でしたね。エスピリエンス対イスラム中か、日本人だしイスラム教じゃないし、
それでもモスクに入ってインドネシア式の結婚式とかもいいよいいよ入って入って見学してってってすごい呼んでくれて、入ったら入ったで丁寧にいろいろと教えてくれて、今までいろんな国に行ったんですけど、こんなに初対面の人に対してフレンドリーに近づいてきて話しかけてくる国っていうのはインドネシアしかなかったですね。インドネシアからランマランマスムニャ、あとインドネシア人の子供がすごい可愛くて、はい、インドネシアキュート、かわいい。村を歩いてると子供がいっぱい集まってきて、お家に連れてかれるんですよ。でお家に着いていくと、バナナの天ぷら、ピサンゴレンをくれるんですよ、ね。ピサンゴレンだよ。でまた別の子のお家に行くと、またバナナの天ぷらが出てきて、わあ、ピサンゴレン lagi。あなたインドネシア三月マニスや。あとガルト第一高校だったかなにも遊びに行って、みんな、ね、すごいの日本語がこんにちはとかさよならとかこんにちはいっぱい話しかけてくれて、本当にフレンドリーで、いやーメルカさんがラマなあスカラメルカムキウダデワサヤウダクルジャムキウダムニカ、他には田植えやあとインドネシアの時に竹でできたアンクルのアンクロー、マイミュージックアンクロー、あとバンドゥン以外にはジャカルタにも行ったんですけど、街のすごい活気、ジャカルタすごいうるささに衝撃を受けましたね。そしてその帰りの飛行機で離陸して窓からジャカルタの街を見下ろしてる時に、なんか知らないけどここに住む気がするってその時思ったんです。もちろんオーストラリアとかスペインとかベトナムとかすごい素敵な国だし、韓国が私大好きで向こうに友達もたくさんいるので何回も行ったし、また何回も行きたいってもちろん思うんだけども、今やかりサピリカインドネシアディナスティまた来たいっていうよりかは、なんだろうな、なんか住む気がするっていう変な感覚になったのはインドネシアで、リラスカインドネシアとはスポータンパイントゲティンガイ、マシャオラでも具体的な計画とかはその時はまだ全然何もなかったです。それから日本に帰り大学を卒業して、航空会社で働きたいっていう夢を叶えて日系の航空会社で働いていました。でもね、バンドを見て10円ぐらいで買った10円この石鹸を部屋にずっとずっと飾ってて、なんかね、何度もね匂いを嗅ぐたびにこうインドネシアを思い出しちゃって、もうサブマンディーが彼だったインドネシアと、ね、たった1ヶ月しか行ってないのにいやー you know aku cuma berada di sana selama sebulan saja lo satu bulan aja udah jatuh cinta, tapi saya bertemu banyak orang dan mendapat banyak kebaikan dan itu adalah kenang-kenangan sangat indah terutama keluarga Garut。 そう、あの1ヶ月が私とインドネシアの全ての始まりでした。いやー、begitu ya ceritanya kenapa saya datang ke Indonesia dan 4 tahun kemudian pada 2013 saya memutuskan balik ke Indonesia。 Jadi bagian video berikutnya yang kedua silakan tonton yaAlright, terima kasih telah nonton. Sama-sama. Dan baru-baru ini ada banyak komentar yang masuk. Terima kasih sudah tulis banyak komentar. Tapi kalau balasan aku ada yang salah, maaf ya. Oke, terima kasih.
lagi belajar dengan papa. Kita dapat saksikan, kita dengar perkongsian seorang gadis Jepun yang telah pun jatuh cinta dengan negara indah Republik Indonesia. Okay, bermula daripada untuk belajar saja macam exchange student punya program kan di Bandung, dan akhirnya dia dengan hanya satu bulan saja dia dah bertemu dengan ramai orang, dah telah bertemu ataupun bergaul dengan masyarakat setempat, dan pergi ke Garut, dia jatuh cinta dengan keluarga di Garut, dan dilayan dan diberi layanan yang sangat baik oleh masyarakat setempat, oleh anak-anak kecil, oleh ibu bapa dekat sana. Masya Allah, disebabkan oleh sikap dan cara bagaimana sambutan rakyat Indonesia ataupun masyarakat Indonesia terhadap warga negara asing datang ke dalam negara mereka dengan sangat baik. Disebabkan layanan itulah antara kenapa ramai warga negara asing yang jatuh cinta kepada Indonesia, dan bukan sahaja hanya untuk tinggal dan datang hanya untuk wisatanya, tapi datang untuk terus menetap dan tinggal, lalu berada dalam kelompok masyarakat Indonesia, belajar tentang budayanya, belajar tentang adat, apatah lagi belajar tentang bahasa yang menarik di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang kita dapat saksikan ramai sangat orang warga negara asing yang sudah pun menetap di Indonesia kerana jatuh cinta dengan kalian semua, kerana keramahan kalian, kebaikan hati kalian, rendah diri kalian, itu yang menyebabkan ramai orang negara asing jatuh cinta. Proud of you lah. Okeylah, sampai kasih dulu video reaction us untuk kali ini. Pada kalian nonton sampai habis, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, kepada yang baru jangan lupa bantu tekan butang subscribe, like, komen dan share juga. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye semuanya.